私は体が錆びる酸化ストレスの研究者で、岐阜大学と京都のルイ・パスツール医学研究センターに所属しています。私は新型コロナウイルス感染が始まる前の2019年11月19日にウーファン大学に参りました。私の共同研究者でフランス学士院会員レジオン・ド・ヌール勲章を受章されたクリスチャン・アマトーレ博士からウーファン大学教授で、中国では酸化ストレスの大家と呼ばれるウェイ・フワ教授を紹介されまして、酸化ストレスの共同研究について相談をいたしました。私は先日、新型コロナウイルス感染が酸化ストレスと関係があり、酸化ストレスが高い高齢者が感染し、基礎疾患があって酸化ストレスが最も高い方が重症化して死亡しているということを指摘しました。ウェイ・フワ教授から数日前にメールが参りまして、私のビデオを見て酸化ストレスとウイルス感染に私の意見に全く同感であり、関心のある方に拡散すると書いてあります。ウイルスと人の免疫が戦うことで大量の酸化ストレス物質が作られ、その酸化ストレスが患者の重症の原因となっていると書いてありますが、これは私のビデオと同じ意見の理論でございます。メールにはウーハンで感染者にどのような治療が行われているのか記載されていたので紹介しましょう。ウーハンの病院や医師は酸化ストレスを下げるために患者に抗酸化剤の投与を今始めたと書いてあります。そしてウーハン大学医学部のある教授は、抗炎症薬と抗酸化剤を併用する治療戦略を立て、病院で患者に試したところ良い結果だったと書いてありますね。すなわち酸化ストレスを下げる治療法がすでに中国ウーハンの病院では開始されています。私が開発した 20X は、上昇した酸化ストレスを低下させ、免疫細胞の一種類であるナチュラルキラー細胞活性を倍に引き上げる効果が明らかになっています。つまり人の免疫を上げるというエビデンスがあるわけですね。さて、酸化ストレスを下げることでウイルス免疫を上昇させ、ウイルス感染治療がすでにウーファンで始まっています。抗酸化剤の治療効果があると中国で確認されていますので、感染の可能性が高い方や予防をしっかりしたい方にはエビデンスのある抗酸化剤を飲むことをお勧めいたします。